では留学を取りやめるとあなたの目標だったのでしょう。せっかくのチャンスを棒に振るんですか。それは残念です。でも私あなたを見直しますよ。どういう意味です。だって留学しないということはあなた皆さんの期待を裏切るのでしょう。お友達も家族もみんなあなたの留学を自分のことのように喜んでいたのに、やめるなんて言ったらどんなにがっかりすることか。そんなひどいこと。とても素敵ですね。それはと、それなら素直に留学すればいいじゃないですか。これはあなたが歩むべき未来ですよ。あなたはあなた、皆さんは皆さん、何よりその皆さんがあなたの未来を喜んでくれているのでしょう。何を迷うことがあるんです。あなたは夢を叶え、皆さんは喜び、ついでに私も嬉しい。誰もが喜ぶ最高の未来じゃないですか。さあどうぞ素敵な留学を。キュアビューティー、いいえ、ただの青木玲香さん。今まで本当にお疲れ様でした。これはどうして。それが答えでしょう。任期満了、円満卒業。あなたはもうプリキュアではない。終わりですね、キュアビューティー。レイカちゃん。